ザ・ベンザは日本で制作されたインディペンデントテレビドラマ作品。2019年4月からアマゾンプライムビデオにて日本、アメリカ、イギリス、ドイツなど100カ国以上で配信中。東京で暮らすクリスとカイルが自宅のベンザが壊れたことをきっかけに始まる大冒険を描いたコメディ。ザ・ベンザシリーズはもともと2018年に制作された14分の コメディ短編映画がベースとなっている。2018年に国内外の映画祭で8つの賞を受賞。劇中のコメディ演出として登場したフェイク予告に対して続編の問い合わせが多く寄せられ、さらには海外のオンデマンドサービスからドラマ化の依頼が寄せられる。それに伴い、脚本家のクリス・マッコームスが続編を書き下ろし、2018年秋から制作がスタート。 2019年4月に全6話のドラマが完成し、Amazon プライムビデオより6カ国で配信されている。また本作は短編映画として2019年3月6日より3月12日、池袋シネマローサにて上映。制作費わずか200万円のドラマシリーズ。2019年、MCM ロンドンコミコンが始まって、以来の日本ドラマの初上映や、 インデペンデント作品柄、世界100カ国以上で配信されている。撮影は2018年10月23日から12月5日。ロケ地はドラマの舞台になっている東中野を中心に行われている。また、様々な国のキャストたちが全編日本語で会話をしている。脚本はアメリカ人のクリス・マッコームス、そして監督は日本人の西坂・キタルジン監督。 その内容は外国人が日本で生活にするにあたってのあるあるや疑問。日本人が外国人に遭遇した時のあるあるとを描かれている。わかりやすい顔芸やアメリカンジョーク、また日本人独特の笑いの間も作られている。東京のアパートでルームシェアをして暮らす外国人のクリスとカイル。平穏で申し分のない毎日を送る二人だが、 ある日トイレの U 字型の部分が壊れてしまう。一体何があったのかこの U 字型の部分はどこで変えるのかそしてこの U 字型の部分は日本語で何というのか謎に包まれたトレジャーハンターのアレナ、先日亡くなった田村、予測不能な予言者の座、そして極悪非道のインコ先生と一緒に東中野を探索する二人の身に何が起こるのか ファイナルベンザの意味と世界の終わりがどう関係しているのか。さあ、二人と一緒にスーパーウルトラリアルコメディックアドベンチャーへ出かけよう。オンデマンド配信ドラマザベンザシリーズ1のために制作されたテーマソング EP。歌唱はザベンザシリーズ1に出演するキャスト勢と野宮勤とが参加。2019年4月27日より iTunes ストア、Amazon、 Google Play Music などで配信された。発売レーベルは東京カウボーイズ。作詞はキャストで脚本を担当したクリス・マッコームズ。作曲は野宮勤博士が担当し、ジャンル、年代問わない曲調となっている。2019年7月にアメリカで行われたフェスティジェス国際映画祭にてランニングアラウンドがベストソング賞を受賞した。 ドラマシリーズとしての受賞歴さらに2019年夏にスピンオフのベンザ・イングリッシュの制作が発表された。ザ・ベンザのサブキャストたちがメインキャラクターを務め、ザ・ベンザメインキャラクターたちがオリジナルコーナーを設けている。配信は2020年4月末より開始。ザ・ベンザ RPG が2020年秋にスマホアプリゲームとして全世界でリリース予定。 iOS、Android にて無料ダウンロードできる。メインキャストのも250種類以上のボイスに、オリジナル音楽も30曲以上。対応言語は英語、日本語にて制作中。ありがとうございます。